今日はすっきりとしない天気になりましたね。そうですね、はい、今日は雲が広がり雨の降ったところがありました。これは本州の南に伸びる梅雨前線の影響です、うん、今日はここからさらに南に注目していただきます、はい、日本からは離れた南の海上には熱帯低気圧があります、うん、これは台風の卵と言われていて今後24時間以内に発達し今年初めての台風1号となる予想です、うん、台風1号の発生が5月下旬となるのは歴代で7番目の遅さと言われています。この台風はまだ進路は定まっていないんですがこのように日本の南を通過する予想も出ています、うん、また台風周辺の湿った空気が流れ込み前線付近で大雨となる可能性もあります。最新の情報にお気をつけください、はい。